魚が釣れた時もラインのケアを怠らないということですね。で、まあ魚が釣れた瞬間は、まあ、釣り人のね努力が報われて一番嬉しい瞬間です。でもその時でもラインのケアを忘れずにという話なんですが、やっぱ大体釣って、まあ、タモなんかに入れてこうワーってあげて、で外したりもっと測ったり写真撮ったりするじゃないですか。その時にもう結構ラインも竿もリールもほったらかしって人多いんですが、その時に傷入れてる人も結構多いんですね。なのでもう絶対傷入んないように、魚ももちろん早くリリースなら早く逃がすの大事なんだけど、釣ったら早急に余った糸をちゃんと巻き取るとか、傷が入んないところに置いとくとか、そういった心がけをしてください。あとね、タモ網使う人がよくねラインたるんでトラブってる時よく見るんですけど、タモ網当然足場高いから使うわけですよね。でこう寄せてきてタモ伸ばしてすくうんですけど、すくった時に当然魚上げてくるじゃないですか。その上げた高さの分だけラインがたるむってことを意識してない人多いんですね。なので魚が入ったって言ったら、僕は大体まず一巻きか二巻きしちゃいます。どっちかといえばティップが下に下がるぐらいにしてからシュ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 って巻いてくると、上げた時ちょうどいいラインのたるみ量になってるんですね。何度かやってればコツ覚えますんで。でも結構みんなね、すくった勢いで入ったって瞬間わーいって言ってそのまま一生懸命上げる方に夢中になっちゃうと、もうラインめっちゃたるんでコンクリートとか消波ブロック、ね、下手したらカキ殻とかフジツボに引っかかってたりする人もよく見ちゃうので、そこは気をつけてもらったらいいと思います。魚が釣れて、まあ、測る時も大事です。撮影する時、まあこう仏持ちっていうね魚持って取るわけですが、まあ、その時にルアーをね口につけて、まあ、このルアーで釣れたよって見せたい人も多いと思うんですが、そうやって取る時大体ですね、ラインはもうみんな忘れちゃってるんですね。置いた竿だったり、まあ、持ってたりしてても、もうそのたるんだラインがコンクリートとかに触ってあーってことになってる人も多いし、ベア関係のリーシュコードに引っかかってたり、ペンチに引っかかってたり、メインライン忘れてるんですね。もう釣り人にとって最高の瞬間じゃないですか。だから大体メインラインがおろそかなんて傷が入っちゃってるんですね。で逃がしたりね、こう締めたりした後また釣り再開してかかった時にバチェンって切れて、あ傷入ってたんだってケースね、まあ、中級者以上の人なら絶対1台2度経験してると思います。まあ、だからすごい、ね、大事なんですね。記念写真撮る時でもラインのように気をつける。で僕なんかはもう意識としては記念写真を上手に撮る以上に7割ぐらいラインに気遣いながら写真撮ってます。僕はメディアにね出る人間なので、ロッドもこう持ってる時が多いし、ロッドも写すしルアーも写すって状態なんで、まあ、写真のポーズ撮りながらも大体ラインがこの辺にあるわけですね。で風が吹いてたり、まあ、釣り場で狭かったりするとラインのね先端が木の方に行ってたりするともう気になってしょうがないわけですね。だから僕の仏持ち写真は会心の笑顔の時7割約3割引きつり笑いしてる時があるんですけど、その引きつり笑いしてる時の自分の心境はここにあるラインが気になってしょうがない時が多いです。もう意識ほとんどそっち行ってるんですね。9割ぐらいラインに全集中して撮ってるんで、笑ってないような笑いになってる時は大体それです。